はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リボスです。今日でダイエット始めて16日目が経過しました。だいたい半分ですね、で一回体見てちょっと食事しながら話したいと思います。お願いします。今の体こんな感じです。で、正直ね、体重は変わってないですよ、ほぼ103キロ。なかなかそっから落ちなくて、けど、まあ、僕的なんですけど、多分脂肪減ってると思うんですよね、正直言って。その、まあ、確証ないですけど、だからズボンが緩くなったり、ベルトが本当に結構穴が縮まったりしてるんで、で体もね、なんか俺的にはこことか結構痩せてって、ちょっとズームね、このほら鎖骨が見えてるんですよね今。体重103だけど、今まで103で鎖骨見えるって絶対ありなかったんで、これですか、もしかしたらね、今相当いいかもしれないです。俺的には体変わってると思ってるんです、今、めっちゃ、最初に比べたら。で、ちょっとね、この、なんでこうなったかっていうのをね、ちょっと、喋っていきたいと思います。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リオボスです。今、食事の改革をしてます。まあ、簡単に説明すると、まあ、僕の今までの食事は、本当に、肉と米とか、肉と魚オンリーで、本当、野菜もそんな取ってなかったんですね。単純に、もう、タンパク質をできるだけ超過で取る。カロリー分のタンパク質をもう最大限取って、肉と米で、やっていこうみたいな感じでずっと食事してたんですよ。で、それを自分の通ってるパーソナルジムのトレーナーさんにちょ見せてアドバイスいただいたところ、やっぱりどうしてもバランスが大切だと。食物繊維とか野菜も必要ということを教えていただいて、で、米もちょっとね、少なかった。で、逆にタンパク質が多すぎたから、タンパク質も今減らしてます。で、この野菜とか食物繊維を増やすことによって腸内環境も良くなるって。もしかしたらね、今のところ俺健康なんですよ。あれ、この前言ったらね、そのやっぱり肝臓とかに負担くるから、腸内環境もね、あれ良くするためにやっぱ野菜取り入れて、野菜をね取り入れた方がいいってことで今取り入れてます。で、それがね大体1週間前ぐらいなんですよ。で、今のところ俺の中で効果が出てる気がする。プラシーボもちょっとあると思うけど、やっぱね、何が変わったかというと、あの体重はあんま変わらない。やっぱね、タンパク質を落として今炭水化物を上げて、基礎代謝をできるだけ上げていこうっていう形なんで、体重はあんま変わってないけど、なんかね、脂肪があれ減ってる気がするんですよね、めちゃくちゃ。まあ今鏡でも動画撮ってると思うんですけど、僕的には減ってる感じがして、ベルトとかもね、穴もかなり縮まったんですよ。けど体重は変わってない。だからもしかしたらね、いや、何が起きてるかわからないけどね、多分いい兆しだと思うわ。正直今まで人生でこういう均等に本当野菜を毎回取るってやってなかった。家にいる時はできるだけ野菜積極的に狙おうと思ってて、本当に野菜をね作るようにしてます。こんな感じです。タンパク質をね毎日減らしてます。今回牛肉入れてるから卵1個にしてるんですけど、前はねもう本当にタンパク質が毎回計算したら70とか80ぐらい取ってたんですね。今は40、50を狙おうとしてだんだんちょっとずつ下げてます。だけど今多分60ぐらいあるかもしれない。結構ね、じわじわ下げてるけど、どうしても一気にガンと下がりにくくて、だから大体40、50を僕は目指してます。今まで取りすぎだったんで、タンパク質を。で、本当にも野菜もいろんな野菜入れて、トマトとかほうれん草、これブロッコリーで、キノコも入ってます。で、こっちにキムチも入ってて、これを今食べてます。やっぱね、今までね、そのトイレも全然不調はなかったんですけど、これ食べたらさらに便通は良くなりました。まあ、とりあえずいただきます。いただきます。ほうれん草、ほうれん草を聞いて何思い出しますか？そう、その通り、ポパイですよ。ポパイマッチョじゃないですか。やっぱね、野菜ってマッチョに必要なんだなと思って、ポパイもね、ほうれん草を食べてるんで、僕も食べます。1回で缶ぐらい食ってたからな。キノコはね、キムチ入れてます。うまい。キノコとキムチめっちゃ合います。
何が一番難しいかっていうと、なんかやっぱね、タンパク質減らしてるんですよ。だから米のおかずが少ない感じがする、うん、昔は逆に米はねちょっとだけこれより少ない感じでタンパク質めっちゃ多めだったから普通にガンガン食えたけど、これはね逆に食べにくい、はっきり言うと、うん、けどこれもねちょっとずつ慣れていこうと思って、タンパク質超過だったから絶対、うん、今調整してます。こんな感じ、うん、僕の場合はこの炭水化物をしっかりとって、あれトレーニングしながら脂肪を燃やしていこうっていうことなんで、炭水化物も今しっかりとってます、うん、うん、うまい、うん、うまい。バランスのいい食事狙ってるじゃないですか。で、アスケンもやってるんですけど、なかなか80点それでもいかないんですけど、最近70点1回取りました。すごい嬉しかったです。で、どうやってもね、やっぱ炭水化物と脂質が少なくて、そこをね、できるだけ積極的に取るようにしてます。うん、で、あ、言い忘れたけど、毎回ビタミン剤とカルシウム剤飲んでます。だからね、じわじわアスケンの点数も伸びていって、あ、やっぱ野菜大切なんだなって。うん。ごちそうさまでした。あ、自分も、正直言ってまだまだ不審者で、今こうやってバランスのいい食事をやった方がいいってことを教えてもらって今練習してます。だからね、まだまだ改善されると思う。今のとこね、俺の中で大体これアスケ70点だから良くなってる、前より。けどね、多分まだ完璧じゃないと思う。どうにかね、完璧になるように一応は目指していきます。うん、この食材いいのかなとか試したりして、うん、やっぱね、まだ偏りがあるから、どうしても意識しててもあれタンパク質消化になったりとか、やっぱりワンパターン鶏胸肉ばっかりだってになっちゃうんで、できるだけね、いろんなものをチョイスしてます、本当に。焼き魚やってみたりとか。で、できるだけバランスを合わせる感じで。長年本当に米と肉オンリー生活だったんですよ。米と肉、魚。要は自分の中でトレーニングって言ったらもう米。で、筋肉って言ったら要はタンパク質という形で、その両方だけ補ってればいいやっていう形だったんですけど、やっぱり今は腸内環境とかもうやっぱ大切ってことを教えていただいたんで、うん。こうやって野菜生活やってみてます。調子はねめちゃめちゃいいです、うん、で何よりもベルトがあれちっちゃくなったのがとても嬉しいです、うん、ダイエットも始めて間もないんで、もしかしたらね食事もまた変わっていくかもしれないです。だから結構ね完成を今探してる最中なんで、どうにかねちょっとずつでもね完成形に近づけたら嬉しいです。頑張ります、うん、今まではもう本当に単調的なタンパク質と炭水化物特化型だったんですけど、バランス特化で今バランスを求めて均等にその成分が超えるくらいを狙って頑張っていきたいです。よし、じゃあ見てくれてありがとうございました、うん、じゃあまた会いましょう。またね、バイバイ、ありがとうございます。頑張ります。